炎がございます。ぜひ最後までご覧になっていてくださいませ。また大変暑くなっております。熱中症に気をつけていただきますように重ねてご案内を申し上げます。それでは次に盆地温度を宮川町落合組合の皆様にご奉納いただきます。この盆地温度は昭和45年に京都市文化団体東和会によって制定されたもので、水田作次さん作詞、高橋中葉さん作曲によって発表されました。これを今藤長十郎さんが編曲、梅本雄平さんが振り付けされたものです。京都の風俗名所を歌い盆地囃子にちなんで題名としたものです。本日演じていただく皆様は、としなぎさん、としなおさん、ふみしょうさん、ふそのさん、かなすねさん、こつるさん、こはつさん、ふゆさんでございます。
ありがとうございました。宮川町落合組合の皆様によります本地温度でございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。